ドキドキンチャンネル。どうもです、ドキドキンチャンネル、ドキンです。今回はですね、もう1週間切りましたね。7月3日にアップデート来ますので、まあ、その情報がですね、だいぶ出てきておりますので、まあ、一体どんなアップデートなのかというのをですね、見ていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。まずはこちら。信長の野望オンライン天狼の書、乱雲道展と読んでいいんですかね。意味わからないですけど、まあ何ですかね、もう雲が乱気流みたいな感じで、天がもう動いてるみたいな意味なんでしょうか。よくわからないんですけど、まあだいたいアップデート時のですね、まあ画像を見てですね、まあどんな感じなのかというのをですね、まあ想像するの僕好きなんですけど、まあ左の子が絶ですかね。で、右がちょっともう悪い顔をしてますね。もうどこの誰かがスパチャもらったような顔してるんですけど、まあ、こちらがまあ操られてるのかお兄さんなのかお姉さんなのか、まあ男か女かもよくわからないんですけど、まあちょっと争うみたいな感じで、で後ろにまあ魔物みたいな顔が3つ見えるんで、今回はまあボスが魔物系なんですかね。まあもっと深掘りすると、まあじゃんけんしそうな感じですよね。まあ左のゼツが左手がチョキで右手がパーでみたいな感じで、まあ、右の悪い顔のね、まあ、お兄さんかお姉さんがまあグー出しそうな、すいません、もうこれ以上この画像で深掘りできないですね。次行きたいと思います。信長の野望オンライン天狼の書乱雲道展アップグレード、2024年7月3日水曜に実装いたします。織田信長が上洛に成功した後の物語を体験する新シナリオ、天下統一奇譚京都編。英傑たちが各地を訪れお宝を探す新機能、英傑探訪が登場します。また既存の機能の改善も行いますということでですね、今回のアップグレードはですね、大まかに分けるとですね、4つですね。まあ、1つ目が本能寺に現れる魔物を退治する新シナリオ京都編ですね。そして2つ目がですね、家業生産強化、これもちょっと期待ですね。そして3つ目がですね、英傑が各地を訪れる新機能、英傑探訪が登場。そして4つ目がですね、既存機能の調整ということで、ちょっと見ていきたいと思います。まず1つ目が新シナリオの方ですね。本能寺に現れる魔物を退治する新シナリオ京都編ですね。まあ、今が駿府編まで来てますので、まあ、さらに先に行くっていう感じですね。まあ、下の方を見てみるとですね、浅井家と婚姻同盟を結び念願の上洛を果たした織田信長、その傍らに絶の姿はありません。藤近道決の一件以来、絶は魔物の研究にのめり込み織田家を出奔していたのです。そんな中、今日の本能寺に突如として謎の術者と魔物たちが襲来、その目的は一体…ということでですね、まあ、舞台がまあ本能寺なので、まあ、本能寺の変なんですかね。まあ、本能寺の変ぐらいドキンもさすがに知ってますよ。明智光秀が裏切ったみたいな感じですよね。あとまあ絶が、まあ、魔物の研究にのめり込んで、さっきみたいなあの悪い顔になったのかなというのが推測できるんじゃないかなと思います。次いきます。天下統一奇譚への入場方法ということなんですけど、もうこちらはですね、安土の物の不動城の左前ですかね、鳥居から入れるということなんですけど、ただまあ新シナリオ京都編の依頼を受けるにはですね、天下統一奇譚富士編の依頼のですね、現世の魔を達成しておく必要がありますということなんでですね、現在ですね、まあ、天下統一奇譚の隊列、まあ、すごい強くなるあの隊列が使えますので、まあ、アップグレード前までにはですね、まあ、天下統一奇譚富士編の現世のままでクリアしておくことをお勧めしておきたいと思います。そして天下統一奇譚の遊び方ということなんですけど、まあ、こちらはですね、まあ、いつも通り、まあ、富士編駿府編と同じようにですね、まあ、通常依頼に加えてですね、まあ、週間依頼ですね、まあ、左になんか星マークがついてるのは5箇所ぐらいですかね。まあ、その5箇所をやると多分あの多めにポイントがもらえるっていうことと思うんですけど、まあ、今回ですね、この京都編はですね、また新ポイント出ます。琴の雫っていう形で新ポイントですね。この新ポイントでですね、今回アップグレードでまあ追加されます新しい型の宝玉ですね。まあやっと久々ですね、宝玉新しいのが。
多分新装備に、まあ、新しい型の砲玉がつくのかな。でそこで、まあ、その砲玉が、まあ、どれぐらいの性能なのかわからないですけど、まあ、この新しい型の枠のですね砲玉を手に入れようと思うと、この琴の雫っていう形でこの京都編で新ポイント稼がないといけないんでですね、まあ、ここちょっと通わないといけないですね。プラスあのボスから入手できる、まあ、打ち取りの書からですね、まあ、新たな外観の家臣が雇える、まあ、紹介状なども手に入ったりですね、まあ、また新しいですね、まあ、装備品なども手に入るということなんで、ちょっと見てみましょう。まずは擬人石ですね。こちらの性能がですね、生命1500、腕力300、知力300、魅力50ということで、こちらももう最強クラスですね。なのでまた新しい擬人石でこの300クラスが出ましたので、まあ、富士編とかですね、上乱のやつとか取るともう4箇所ぐらい300出てるんですかね。まあ、そうなると4箇所だけでもうステータス1200ぐらい上げれますので、まあ、結構限界突破4してなくて2ぐらいだけど、限界突破2してたら4つつけれますので、それだけでもまあ1200上げれたら結構ステータス上がるようになりますね。あとはですね、まあ、教本3ですね。こちらの方も教本3かなりいいと思いますけど、まあポイント次第ですよね。まあ大体擬人石のポイントが5万ポイントって結構きついんですよね。プラスまあこの教本3がですね、また5万ポイントとかやったら、まあ擬人石取りますよね。まあ1万ポイントとか1万5000ポイントぐらいにしてくれれば結構取りやすいんですけど、まあポイント次第かなという感じでございます。続きまして2、家業生産強化ということでですね、新登場の雫型の砲玉が装備強化に使用できるようになります。また明星装備の上位となる新装備追憶装備が家業生産に登場しますということで、新装備きます。せっかく明星装備作られた方はですね、まあかなり性能が違うんであればですね、まあ、作り直しとなるということになりますので、まあ、こちらはまあ賛否両論ありますよね。もうまたかよみたいな感じがありますし、まあ、アップデートだからしゃあないかな、新装備来たら新装備作り直すかという感じの方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、ドキンはまあしゃあないなと。まあ、新装備、まあ、ずっとこれ使うわけにもいかないんでですね、まあ、新装備を作るためにちょっとまあモチベーションアップするとかいうことも僕はありますので、まあまあしゃあないかなと思いますけど、最近ちょっと兜作ったばっかなんですけどね。最悪あれですよね、装飾石プラス70全部つけ終えたとかいう人はまたつけてください。まあ雫型砲玉の新たな装備が登場ということで、雫型砲玉とは雫型の砲玉不要枠に装着できる新型砲玉で、まあ、物理ダメージ減少や術ダメージ減少など、まあ、既存の砲玉と異なる特殊の効果を持ちます。雫型の砲玉は京都園の敵を倒すとドロップすることがあります。あ、ドロップでも手に入るんですね。まあ、もちろん取引可能と思いますので、こちらでですね、まあ、缶稼ぎもできるんじゃないかなと思います。また今回のアップグレードは雫型の砲玉不要枠を持つ新たな装備品も登場します。新たな装備品は京都編の討ち取りの書を開封すると入手することがあります。その他ですね、まあ、桶狭間の極み難易度のですね、まあ、桶狭間の悪夢あれ時間切れで倒すしかないやつかな。あと富士編の極み難易度の、まあ、花咲く女神ですよね。あと駿府編の、まあ、切磋を倒した後も、まあ、新たな装備がドロップすることがありますということなので、今回のですね新しく実装される京都編だけではなくてですね、まあ、桶狭間とか富士とか、まあ、駿府編でも、まあ、この難易度高いやつですね、そちらからはですね、まあ、新たな装備がドロップすることがあるということなんで、まあ、これはこれでいいんじゃないかなと思います。そして新たな生産装備追憶装備を追加ということで、追憶装備には明星装備より1つ多い2つの人技石の付与枠があり、あ、もうこれもう作り直しやな2つか、これまで以上の付与を、まあ、装備につけれるということなので、まあ、2つ結構でかいですね。255の125125はもう1個つけれるってことですね。追憶装備には既存の、明星装備の、紙白の糸の素材として、まあ生産装備の材料はそこまで面倒くさくないんじゃないかなと思いますけど、まあ、追加される装備はですね、まあ、基本的に、まあ、頭と鎧ですね、まあ、これに加えてですね武器とか袋まで追加されると結構大変ですけど、まあ、一応頭と鎧なので、
まあでも頭と鎧そう簡単に作り直せないですよね。なんといってもまあ命中とか回避が必要になりますので、まあなかなかすぐね作り直すことはできないと思いますけど、ちょっとここは一攫千金を狙ってですね、まあ回避プラス25以上のやつはできたら結構高値で売れると思いますので、まあドキンはですねなんか変なポリシーがあってですね、自分銘柄の装備を使うっていうのがありますので、まあ僕はもうまた毎日6回奥義しますよ。今6回できますんでね。まああのなかなか回避がね、まあ、たまに20ぐらいは来るんですけど、まあ25以上を狙おうとするとですね、もういつになるかわからないですけど、まあ、また毎日奥義の日々が来るんじゃないかなと思います。あ、でもただですね、性能引き継ぎの書を使えば回避今使ってる明星装備はつけれるんかな。プラスまああの人技石1個入れてると思いますので、1個は引き継げたらいいですね。引き継げないかな。装飾石のあのプラス40とかプラス70は無理でしょうね。あの特殊効果は引き継げれないんですけど、まあ頭と鎧ならつくもとかついてないので、まあ防御、まあ防御の高いの作ってそちらに引き継げればですねいいんですけど、まあ引き継げれなかったら作り直しですか。引き継げれそうだけど、まあどうかな。まあ人技石の枠がまあ1個はついてるから、まあ2つになると思うんですけど、1個は埋まった状態になるのか、引き継げれなかったらまあ作り直しかなという感じでございます。続きまして3、英傑が各地を訪れる新機能英傑探訪が登場ということで、英傑探訪とは英傑たちが各地を訪れお宝を探してくれる新たなシステムです。英傑探訪を依頼を達成すると英傑を強化できる英傑見聞や様々な報酬を獲得できますということなんで、ちょっとまあ字が小さくなって申し訳ないんですけど、またあのラーム同点アップグレード実装後、コマンドメニュー課題に英傑探訪を利用しようが出現するようになります。課題を達成すると探訪終了までの時間を短縮できるアイテム乙姫玉手箱未国がもらえます。活用して各地を探訪してもらい報酬を入手しましょうということなんですけど、いよいよあのスマホゲームみたいになってきましたね。これ多分時間がかかると思うんですけど、まあその時間を短縮できるアイテムとかも出るということで、あとまあ探訪してですね、まああの英傑も強化できるっていうことなんですけど、まあ下にちょっと図出てますけど、まあ3枠あるんですかね。3枠まあ、なんか取ってこいって言ってなんか取ってくるんですよね。ただまあゴミ取ってきてもらっても困りますよね。まあ、たまにはあの新春不要石取ってきたりとかですね、奇水晶石取ってきたりとか、すごいお宝の擬人石持ってきたらいいんですけど、そこら辺がちょっとあれですよね。またあの多分限界突破したりとか、なんかあのステータス高くないといいの持ってこないみたいだと、これまたちょっと問題があるんかなと思いますけど、これ昔ですねなんかのイベントでお供でありましたよね。お供でなんか取ってこい言ってなんかゴミ取ってきてなんじゃこりゃみたいな感じありましたけど、まああんまり流行らなかったんですけど、まあこういった形、まあ時間でまあ取ってきますので、まあとりあえず毎日はログインしてもらおうっていう意図があるんじゃないかなと思いますけど、まあ探訪させてなんかいいの拾ってきてほしいですね。まあお宝って言ってるんで英傑探訪利用条件ということで、英傑探訪を利用するにはですね以下の条件を満たしている必要があります。英傑を1人以上仲間にしている、まあこれは大丈夫でしょう。そして、探訪依頼を達成し報酬を入手しようということで、探訪依頼を受けると英傑たちを指名して各地を訪れてもらえます。時間が経つと英傑たちが帰還し依頼達成となり、さまざまな報酬や英傑見聞が入手できます。探訪依頼の達成率は依頼ごとのおすすめ能力とおすすめ因子に影響、あ、やっぱりあの能力と因子に影響されるんですね。なのでまあ数いろんな種類の英傑持ってて、まあここを行くんだったらまあこの能力と、まあ知力なら知力と、まああの除血入ってたりとか、まあ因子も影響されるってことですね。
達成率が高ければ高いほど入手報酬と英傑見分も多くなります。依頼に合った印象を持つ英傑や能力の高い英傑を指名し達成率を高めましょう。また探訪依頼を達成することでさらなる依頼が発生することがあります。稀に達成難易度が高い特別依頼が発生することもありますが、見合った報酬が入手できますので発生したら逃さず挑戦しましょう。まあ一応そういうのもある。おお、こんなん出たぞみたいな、ちょっとツイッターで楽しみですね。こんな依頼が出たみたいな、何持ってくるか問題ですけどね。まあこれはこれで、まあ新要素なんでですね、まあ、やってみないと面白さはわからないと思います。そして英傑見分の内容がこちらですね。見分は力なり、英傑の能力を上げようということで、まあ、左にですね、まあ、侍、僧、巫女、陰陽、忍者、鍛冶屋、薬師、歌舞伎って出てますけど、まあ、侍のポイントを上げたら侍の英傑は全部に反映すると思います。まあ、そうだったら全部の僧の英傑が反映するんじゃないかなと思いますけど、まあ、まず何あげるかっていうと、まあ、まず英傑人法で組んでる職務が多いのをあげていった方がいいんじゃないかなと思います。そうすると、まあ、自分のキャラクターのステータスも上がると思いますので、まあ、英傑人法で組んでるやつ、職業からプラス、まあ、絆ですよね。絆を組んでるのもあげるのもいいですよね。まあ、結構でもバラバラの職業ですよね。まあ、生命なら、まあ、鍛冶屋とか侍が多いから、まあ、知力だと結構陰陽師とかなりますよね。あとは、まあ、家臣登練育成技能で使う、まあ、知力の高い家臣を作るときにこの英傑は使うっていう職業のやつ、まあ、大体陰陽とか結構陰陽じゃないこともあるか。まあ、でも家臣登練で、まあ、高くしたいですよね。まあ、そういった職業を、まあ、腕力と知力系はまあ上げていった方がいいかなと。あと、まあ、絆を使ってるやつと、あと英傑人法ですね。まあ、この3箇所ですかね。まあ、その中では、まあ、やっぱ英傑人法がでかいと思いますね。その後は、まあ、絆プラス、まあ、家臣取れ育成技能で使うキャラをまあ上げていくっていう形なんですけど、これ1ポイント振ると40ですか。これ生命気合も40だけど、腕力耐久とかその辺も40、同じなんですね。そうなってくると、まあ、生命40の価値と腕力40の価値っていうと、腕力とかの方が価値高いですよね。まあ、特に知力ですかね。まあ、たまに家臣にいっぱい出せなくて英傑使わないといけない時は、まあ、陰陽の知力400上げると結構ダメージ上がると思いますので、まあ、陰陽系はまず知力上げたり、まあ、腕力系のやつは、まあ、腕力上げていきたいですよね。まあ、侍系は。あと、まあ、生命とかも上げるのがいいんじゃないかなと思いますけど、まあ、古神さんとかなら、まあ、気合ですよね。これでまた気合上がりますね。ああ、まあ、なるほど。こんな感じになっておりますので、まあ、これがですね、英傑探訪を、まあ、イベントが発生し、対応戦略に求められることがありますっていうことなんですけど、まあ、さまざまな効果が発生するので、まあ、こういった形でポイントを振っておいた方が、より、まあ、通常より高い効果を得られることもあるっていうことなんで、まあ、コツ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 、お宝探してこいっていう形で、まあ、依頼達成して、こちらのポイントをどんどん振っていくと。まあ、最終的には全部ポイント振れるのかな、わかんないですけど、まあこんな感じでなっております。そして見分は宝なり、さまざまな報酬品と交換しようということで、英傑見分は英傑を強化できるほか、さまざまな報酬品とも交換できる。これポイント使って交換なら、まず能力上げますよね。どうなんかな、拾ってくるものがこういうわけではないんですよね。交換品なんで、まず一つ目が英傑の埋蔵金、1万貫の価値がある。1万貫じゃ喜ばんな、これ10万貫ぐらいにしてくれないと。あとはですね、雫型の宝玉原石3、まあ新しい宝玉の型ですね。あとは、まあ水晶原石は嬉しいんですけど、これ能力を上げるポイントを使うんであればですね、なかなか交換しづらいですね。まあ、こういったものを拾ってくるんであればですね、結構嬉しいんですけど、ただまあ1万貫じゃねえ。1万貫から10万貫ぐらいにしたら毎日出そうかなってなるんですけど。あとはですね、偽人石ですね。こちらがまあ生命1700のまあ五輪球根がまあ70ですね。まあそんなに強くないかな。
あたつくんもですね、こちらが生命800の、まあ、オール25ですね。まあ25もあんまり使わんかな。そして一番下ちょっと字小さくて申し訳ないんですけど、これ家臣団拡張券ということで、今家臣が作れるのが結構満帆の人多いと思いますけど、これ1回限りですね、1人増えるっていうことで、まあこちらはですね、まあみんな取りたいですね。まあさすがにまあこれ取りますよ。一番下のね、家臣が1人増えるっていうのはですね、まああと鬼神石とつくもに関してはまあそんなにいらんかなっていう感じなんですけど、本当はまあ能力を上げるポイントで交換金でまあ買えるんなら先能力上げたいんでですね、まあ取るとしたら一番下のまあ家臣団1人枠増えるやつですね、まあこれはまあ取りたいと思いますけど、まあ他のに関してはですね、まあ能力を上げるポイントで交換するんであれば、まあなかなか取りづらい感じがしますよね。やっぱ先能力上げたいと思いますので、まあこういった形でですね、まあ交換品もあるという形でございます。続きまして4、既存機能の調整ということで、新機能の英傑探訪以外にも、ランウンド点アップグレードでは既存機能の調整変更を予定しております。まず1つ目がですね、更新祈祷師の機能改善、 NPC 更新祈祷師の機能更新の儀に関して以下の調整を行います。更新の儀を行うを選んだ後、更新可能なマガタマのみ表示します。まあいいんじゃないですか。今までそんな感じじゃなかったですかね。まあまあこれは機能する。そして次が大事ですね、プレイヤーキャラクターの生命力気合上限拡張ということでですね、プレイヤーキャラクターの生命気合の上限に関して以下の調整を行いますということで、まあ、プレイヤーキャラクター生命上限を拡張します。現在プレイヤーキャラクターの生命力最大 65,535 までとなっております。ラウンド点アップグレード実装後、プレイヤーキャラクターの生命上限を 99,999 に拡張しますということで、まあ、やっとかっていう形ですけど、またあの気合の方も 65,535 だったんですね。気合 65,000 とかいう人はいなかったと思うんですけど、まあ、気合の方も上限 99,999 になるということで、まあ今現在ですね、まあ縦職、まあ縦家事、縦侍も 65,000、 なんならあの薬師も 65,000、 陰陽まで 65,000 なんでね、ほんと主語出にくくなってるんですけど、まあこれによってさすがにまあ縦系は少し生命伸びると思いますので、まあ、ドキンの軍学も結構装備外してもまだ65,000のまんまだったので、まあ7万-8万ぐらいいくのかな。ただあの鎧鍛冶とかが、まあ、数値がでかくなりますので、あの実装で生命力プラス 25% とかの数値がでかくなりますので、まあ鎧鍛冶とかだったら9万いくかな、85,000とかかな、まあそんぐらいいくんじゃないかなと思いますけど、さすがにそれぐらいの生命があれば、今現在対人の召喚のあのビームで65,000くらいますけど、さすがに一撃死はなくなるかなとは思いますけど、まあ信夫も21周年、まあついに生命も 99,999 の時代になりましたね。すごいですね。まあ、生命が増えるっていうことは、まあ今までむちゃくちゃなダメージ、まあ、4万とか食らうのもまあ少しは耐えれるようになるのかなと思いますけど、逆に回復量とか大変かもしれないですね。もうそんだけ生命あるとなかなか生命ワンパンまで回復しないかもしれないんで、まあこれはどうかなと思うんですけど、あとまあ攻撃力とか防御力は今9999、それは増やさないんですね。結構あの武芸さんで攻撃力関数いってる方いらっしゃるとは思うんですけど、まあ攻撃力に関しましては今回はまあ上限撤廃はまだないという形でございますけど、まあまずはまあ生命と気合は、まあ65,000からまあ99,999になるという形でございます。そしてまあ安土にいる、まあ鎧梶太郎と梶次郎ですね、こちらの生命力を改善ということで、ランウンド点アップグレード実装後10倍になるってことですね。 1000% 調整しますということなので、まあこんなのいちいちアップグレードするから 1000% しますみたいなことではないですけどね。まあこれ結構要望多かったと思いますけど、まあいいことですよ。
僕とか結構検証すること多いんでですね、まあ、その時にも生命少なすぎて今いくつ出たの、最後いくつなのかなってもう倒しちゃってるんでですね、まあ、10倍になればかなりいいんじゃないかなと思いますので、まあ、こちらもいい、まあまあしれっと変えといてもいいぐらいのレベルですけどね、まあ、一時やりますよみたいなほどのことではないですけど、まあまあいいんじゃないかなと思います。そしてですね、家臣登用可能人数拡張ということで、まあ、先ほどですねアイテムでもまあ家臣1枠増えるんですけど、まあ、今回ラウンド10アップグレード実装後全プレイヤーキャラクターに家臣登用可能人数を1人拡張しますということで、まあ、合計2人ですね、あさっき の、 あのアイテムとこちら皆さん1つずつ増えるということなんで、もうちょっと3ぐらい4、5ぐらい増やしてほしかったですけどね、なんなら毎月100コインでもいいんでプラス3とか欲しいところですけど、まあ結構データの問題とかもあるんでしょうね。まあとりあえず最大まあ家臣が2人増やせるということなので、まあこちらもなかなかいいんじゃないかなと思います。ということでですね、まあ現在ですね、まあアップグレードのまあ情報が出てるのはですね以上という形でございます。まあ、まずはですね新ダンジョンの京都編ですね、そちらでまあ新しい型の宝玉が出ると、そしてまあ新装備ですね、明星装備の上位、まあ、追憶装備ですか、まあ、新しい装備が出るよと、あとはですね英傑探訪という形で、まあ、毎日、まあ、英傑をどっかお宝取ってこいみたいな感じで、まあ、英傑の能力を上げていくと、あとはですね機能変更で、まあ、最大生命が 99,999、まあ、気合の方も 99,999 になるという形で、あとはまあ家臣が2体増えるかな、まあ2体多めに作れるようになるっていう感じですかね。あとはまあ今回はですね新技能とかいうのはなかったですけど、まあ技能の調整とかあるかもしれないです、まあ分からないですけどね、そこら辺はまだ分からないですけど、うん、まあ信長の野望オンライン、まあ久々の大型ってことでもないですけど、まあアップグレード来ますので7月3日楽しみに待っておきたいなと思います。このドキドキンチャンネルをですね、最後まで見ていただけた方はですね、アップグレードも怖くないと、いろんな要素も分かったんじゃないかなと思いますので予習もできたんじゃないかなと思いますので、この動画が少しでも参考になったとかですね、まあまあ面白かったという方はですね、高評価、チャンネル登録、メンバーシップの方よろしくお願いいたします。また概要欄の方からですね、ドキドキン T シャツというのも売っております。もしよければご一ついかがでしょうか、買ってくださいということで終わります。最後までご視聴していただきましてありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。